人生で一番囲まれてますわ、カメラ。記憶にないほどカメラに囲まれて玉スタに到着した又吉。実は玉スタに来る道中にはこんなハプニングが。電車乗ることがあんまり機会としてなかったので、まあ、実は新幹線の時間調べてなくて、在来線しかなかったっていうだけなんですけど。なんと在来線でおよそ1時間、練習時間に30分遅れるも、今日の練習メニューを考えるいい時間になったと至って前向き。中日から FA でホークスにやってきた又吉は、サイドスローから150キロを超えるストレートとスライダーが武器。昨シーズン66試合の登板で33ホールド8セーブをマークするなど、プロ通算8年間で400試合に登板しているタクネスーワン。中継ぎとして貴重な戦力となるはずです。この日タマスタでの初練習はランニングからスタート。およそ20分、ライトとレフトのポール間をランニングした後、今度はその距離をダッシュすること5往復。ランニングこそがタクネスーワンの生命線です。でも僕はもう走る量ですかね。もうこればっかりはドラゴンズに行った時に岩瀬さんだったり山井さんだったり吉見さんというすごいベテランの方から走れなくなったら終わりって言われたので、若い時よりランニング量を増やしていこうかなと思ってます。その後キャッチボールでは同じ沖縄出身で同い年の東浜と並ぶ場面も。彼の勝ち一つに貢献できるように頑張りたいなと思います。加山さんもおられますので、沖縄でリレーできればいい一番いいのかなとは思います。キャンプまであと12日、レベルの高い中継ぎ陣にまた頼もしいピースが加わります。レベルの高いチームの投手陣の中に入って、さらに自分が進化できるように成長できるように、負けずに、周りの技術だったりその一員になっていきたいなと思います。はい、と意気込みを語った又吉からある報告が。あ、僕結婚しました。入籍してきたんですけど。お相手は名古屋で知り合った6歳年下の一般女性。最高の開運日とされる今月11日に結婚届を提出しました。それもあって心機一転また家族を持ったので頑張りたいなと思います。